まず、バズメ、伊勢原にもたくさんいます。あら、ちょっとか黒がわからないですね。さあ、2発目わかりますか？なんとなくわかりました。はい、わかったら大きい声で。あ、難しいかな。ちょっと左の方から聞こえました。あ、これは？そうです、牛でした。牛？はい、次は、あ、これはわかりますね。スマイルです。ニコニコしているスマイル。両側で見てるお客さん用ですね。はい、見てるのから、はい、見え方が違っちゃうんです。これも伊勢原にたくさんいると思います。今度も動物、動物ですね。正面に来ました。お鼻が可愛い豚です。鼻が特徴ですね。ちっちゃいお子さんからの豚だって声聞いています。豚です。よく豚鳴きましたね。はい、次も動物です。さあ、何でしょう？耳が可愛い、目も赤い、目が可愛い。